老眼鏡の度付け変更グラスは場面によっては取り外す必要があって不便ですよね。仮に眼鏡をかけたままでの移動っていうのもとても危険です。この度付け変更グラスは跳ね上げることによって裸眼への切り替えや見る方向によって老眼鏡と変更グラスへの使い分けができる優れものです。ですから仕掛け作りや付け絵を針に刺したりするときは変更グラスの一部にある老眼鏡で行えて、危険なイヤ場の移動時は眼鏡を張り上げることによって裸眼で歩行ができます。そして仕掛け投入以降は変更グラスで海を見ることができ、眼鏡を外すことなく場面場面に応じて切り替えができる防止取り付け跳ね上げ式の一部に老眼鏡がついた変更グラスのおすすめ動画になります。はい、皆さんこんにちは。今日は変更レンズのですね、非常に使いやすいアイテムがありましたので皆さんにご紹介したいなと思います。ここにですね、磯に持っていくメガネをラインナップしてますけれども、私は50歳ぐらいまで視力がずっと 2.0 で良かったんですが、急にですね老眼が入ってきたしまして、老眼に乱視が加わってもう老眼鏡なしではもう何もできない、状態です。だいたい1センチ真っ赤ぐらいの文字がですね、カツカツ読めるか読めないかぐらいまで、ひどい状態になってますので、必ずもう老眼鏡は必要になってます。でこれが普通の老眼鏡ですね。で、これが変更レンズになりますね。磯に行くときはもう必ず必要な変更レンズですね。で、これが帽子につけるタイプになります。こんな感じで帽子につけるタイプですね。で、まずその老眼鏡ではですね、手元は仕掛け作るときはいいんですけども歩けないんですよね。釣り座に行くまでにこの状態で歩くと足元までの距離感がもう全然狂っちゃってですね、危ないんですよ。で、やはり仕掛けを投入した時もこれを老眼鏡つけてますとね、もうピントが合いませんし、変更レンズをつけたい時でも、もうこれだけだったらどうしようもないわけですね。で、もう老眼鏡は仕掛けを作る時だけですね。それ以外は一切不要です。むしろこれをかけたまま歩くと非常に危ないんですね。で、これが仕掛けを作る時は全くダメですけども仕掛けを投入してからはやっぱり海のギラギラやら眩しくてよく見えなかったり、海の中の状態を把握しようとしたらこの変更レンズがいるわけですね。だからこれをこう外して老眼鏡に変えたり、でまた仕掛け投入した後はこっちに変えたりっていうのが非常に煩わしいわけですね。で、次にこういうのもあるんですけど、普段はこういった形で、跳ね上げていて、いる時だけ前に倒して釣りをする時はこの状態ですね。で仕掛けを作る時は跳ね上げる、で老眼鏡をかけるということで、まあこれを一遍外してどっかにしまってなんていうことを考えたら、まあいくらかはいいんですけども、でもやっぱり、不便なんですね。それで、老眼鏡にここのところの鼻の上のところがバインダーみたいになってていてですね、
老眼鏡にこんな感じで後付けでできるやつがあるんですね。で、これはこういったような形になりますね。で、仕掛けを投入しました。で、仕掛け回収して、餌をつけようという時はこのままだと手元がよく見えませんから、これをこう跳ね上げることができる。で、つけますと。で、仕掛けを投入するときはまた元に戻して投げると。でもこの場合はですね、その老眼鏡と偏光レンズを通して遠くを見てますから、ピントは全然合ってません。浮きが沈んだかよく分かりません。なので結局やはり不便なんですね。なんかうまいあれはないかなと思ってたら、こういうのが出ました。出ましたっていうか、もうだいぶ前にこう出てるんですけど、これはですね、どういったやつかっていうと、これと同じで帽子に取り付けるタイプではあるんですけれども、はい、この状態で、下の方だけ、明るいと思います。ここは偏光レンズがになってませんで、ただの老眼鏡なんですよ。小さなこう玉がついてます。で、仕掛けを作るときは皆さんもそうと思うんです、その下目使いにこの手元をこう見ますよね。なので、その全部が老眼鏡じゃなくてもまあ見えるわけですね。で、今度は沖に磯の先端に出て仕掛けを投げたり、海の中のまあ、魚の具合を見たりするとき、もしくは沈み線を見るときっていうのは、この下目使いじゃなくて全体を通して見ますから、ここの偏光レンズのとこだけでしか使ってないわけですね。で、これだと一回一回そのメガネの外してかけて外してかけて、偏光レンズをかけて、でそれ外して老眼鏡をかけてっていう手間が省けるんですね。で、長年こういったものを探してて、この前見つけたんですね、こういったものですね。で、何かしらこう仕掛けを作るときは、この中央寄りのね、老眼鏡で、見れば難なく仕掛けが作れます。そして先ほど言いましたように、老眼鏡を通して歩くと非常に危ないんですね。足元までの距離感が分からなくて、足踏み外して転倒やらする可能性があるんで、その時はこれをこう跳ね上げればいいんですね。で、歩いていきます。そして、オキアミを針に装着するときはまた元に戻して、この老眼鏡を通してオキアミを刺す。そしてそのまま仕掛けを沖に飛ばします。で、あとはこの老眼鏡を通さずに、浮きやらあと海の中のしもりがどこだっていうのを偏光レンズを通して、見ることができます。遠くを見るときはだいたいあまり下の方を見ませんから、ここの偏光グラスのところで、見るような形になります。ここにちょっとバネ仕掛けみたいな感じでですね、これ見えますか？見えない。こうなってるんですけど、見にくいですかね。ここのつばにね、こう引っ掛けるようになってまして、これを両側にこう引っ張ります。引っ張ったらこういう感じですね。かなりしっかりついてるから風で飛んでく心配ないんですけど、こんなような品物なんですね。見えますか？こんなような品物で、これがこう横にバネ仕掛けで伸びますから、帽子のこのつばの幅もね、いろいろあると思うんですけど、それにちゃんとフィットするような形で、なおかつこう
ここのところがヒンジになって関節こういろいろこうくる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 こう回るんですよね。まあ、結構こうフリーに回りますから、まあ帽子の形状がいろいろあってもマッチすると。で先ほど言いましたそのここの老眼鏡のとこですね。あ今こう私の服が白地で、島のって書いたところがちょっとこう大きくなったのが見えますよね。つけるときはここのところにつばにこう押し込みます。こうやってグッと押し込んで、こうカチッとカチッとはめます。そしたらこっちそっちから見るとこんな感じですね。で、ここのところが普段はこういう感じになってます。普段はっていうか使ってない時はですね、例えば運転中とかもうこの形でいいと思いますね。で使う時はこれがこういうふうに起きてきますから、こんな感じですかね。この角度が見やすいですかね。こう使わない時はこう、使う時はこうと。でもうそれまでちょっとこれもね使って探してたのはこれだっていう感じですね。もうこれはいいです。でまあちょっと横を言えばですね、ここの真ん中の老眼鏡のとこですね、これがまあ人それぞれなんですよけど、ちょっとこう近いんですよね。ちょっと寄り目状にしないと、メーカーさんちょっと、まあ、あんたの目がちょっとおかしいんだって言われたらしょうがないんですけど、こうもうちょっと外にあるとね、具合がいいんですけど、ただもう仕掛け使う、結ぶときはですね、どっちかの目の方に頼ってこう結びますから、まああまり、問題はないと私は思っております。これはもう本当に重宝しております。で、私はメーカーの回し物でも何でもないんですけど、もし皆さんも使ってみたいって言われるんであれば、ここのですね、見ますか、釣り楽ショッピングっていうんですかね、こちらの方に、これはもう老眼鏡のついてない写真なんですけど、これですね、この下の方の、まあ、2種類色がありまして、ここはちょっとこうね、丸い玉がついてると思うんですけど、この手、これのお好きな方どちらか選ぶような形になると思います。ということで、まあちょっと私としてはこれおすすめしたい文字です。はい、私65歳なんですけど、65歳ぐらいになるとかなり老眼の人も増えてきてるんじゃないかと思います。老眼のひどい人におすすめしたいグッズでした。どうもありがとうございました。